エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集上キャリアのある2人がブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAO、DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします。現当社新しい経済編集長のしだれゆうすけです。 DYDX ファンデーションの大木久志です。エクソダスエピソード52始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大木さん、ビットコイン偉いことになってますね。まずナスダックも最高値更新してますし、今日これ3月4日収録してるんですけど、今日日経平均も4万台に乗りましたというところで、さらにビットコインについてはこれからご報告しますが、米ドルベースでもかなり過去最高値に近づいているという状況がございます。はい、早速マーケットの方から振り返っていければと思います。それではビットコインとイーサのマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め2月26日月曜日の始め値が777万7585円、そして3月3日日曜日の終わり値が947万6466円ということで、もうものすごい1週間の上昇です。770万から940万まで上がってると、 21.84% の上昇でした。でなおですね、今収録を3月4日の夜にしておりますが、先ほど18時33分頃ですね、年初来の最高値として986万円を記録しました。まさにまあ1000万に迫る勢いというところもありまして、またですね、注目すべきはドルベースですね。タイドルで言うと同じ今日の18時33分4日のそのぐらいの時間に6万5614ドルを記録しました。米ドルベースの年初来最高値は2021年の11月10日の6万9000ドルですので、史上最高値に非常にドルベースでも近づいてきたかなというところです。あと2、3000ドルというところまで迫ってまいりました。エクソダスは3月4日に撮ってるんですけど、これ状況によっては放送時にはもしかしたら米ドルでもオールタイムハイしてるかもしれないという状況になっております。でただですね、今収録時点僕もチャート見ながら話してるんですけど、やや落ちていて、現在は6万5130ドルぐらいを推移してるかなというところですが、もうこのままいったらオールタイムハイどっかでするのかなというような動きにはなっておりますね。ちょっと落ちたり上がったり、まあ、揉み合ってるような状況でございます。沖さん、すごい動きですね。1週間で多分この上昇率エクサス始めて以来じゃないですか。 20% 以上上がるって。そうですね、先週770万で買ってれば今940万というような状況でございます。1万5000ぐらい上がってますよね。うん、あのドルで言うとそうですね。はいはい、円で言うと200万、そう、そのぐらい上がってる。いや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 、えげつない状況です、はいはい、嬉しいのやら悲しいのやら、嬉しいのやら悲しいのやらっていうところでございますが、うん、まあ、ちょっと後ほどそのあたりどう考えるかも話そうと思うんですけど、はい、まずちょっと数字をご紹介していきます。続いてイーサリアムのイーサです。イーサに関しても上昇しておりますが、まあ、ビットコインほどではなかったかなという状況です。先週の週始め2月26日月曜日の始め値が46万8304円、3月3日日曜日の終わり値が52万3885円でした。週頭から 11.86% の上昇で、なおですね、収録時3月4日の17時頃ですね、年初来の最高値日本円では53万2842円を記録しました。日本円のオールタイムハイが55万円ぐらいでしたので、イーサリアムも日本円ベースでもまあオールタイムハイに近づいてきたかなというところであります。ちなみに3月4日の上昇でドルベースでは3546ドル、米ドルベースで言うとオールタイムハイが先ほど言ったビットコインのオールタイムハイと同じ日付で4867ドルでしたので、まだまだイーサに関しては伸びてはいるものの、この1週間伸びましたが、ビットコインほど ATH に近づいてないという状況は見て取れるかなと思います。これもまたそもそもタイミングも違うんですけど、前回のアノマリーと違う動きなのかなというところでございます。続いて暗号資産全体の時価総額も上昇しております。ご紹介していきます。3月4日のコイン月光の調査では、暗号資産全体の時価総額が382兆2095億円ということで、1週間前が313兆でしたので、約こちらも約 22% ほどの上昇を見せております。また暗号資産のドミナンスです。ドミナンスの方もビットコイン上昇しております。1週間前2月26日がビットコイン 50.67 から3月3日時点では 52.19 ということで、約 1.5% か 2% ぐらい上がっているような状況です。イーサは 18.57 から 17.56、 USDT が4.91 から 4.24、 BNB が 2.96 から 2.64、 ソラナが 2.27 から 2.43 というような動きでして、ビットコインのドミナンス価格上昇とともに増えている状況です。またビットコインの恐怖強欲指数ですが、この1週間火曜日からですね、ずっとエクストリームグリード、極度の強欲が続いておりました。26日月曜日72の強欲、そして火曜日が79の極度の強欲、水曜日が
82、木曜日が80、金曜日が80、土曜日も80、日曜日が83、収録時点3月4日は82ということで、火曜日から本日まで7日間ですね、エクストリームグリード、極度の強欲という強い投資家心理が出ている状況でございます。続いて、グラスノードのオンチェーンデータもご紹介しております。ビットコインのインフロー、ビットコインが取引所に送金されているようですね。こちらこの1週間でやや何週間かに比べてインフローは伸びております。26日の月曜日が 63,498、 そして一番インフローが増えたところで言うと29日が 99,393BTC でした。日曜日が 32,803BTC に少し下落しました。やや売りというところで取引所に送金がされたのかなという動きでございます。また取引所所有のビットコイン残高です。こちらは下落傾向にあるものの、一時少し伸びたような状況があります。月曜日の残高が 231万3345BTC、 そして少し残高が伸びたところで言うと29日ですね、同じインフローが伸びた時でございますが 231万7796BTC ということでした。日曜日3日の数字は 228万9784BTC ということでした。はい、ということでざっとご紹介してきましたが、今週も一個トピックスとしてはですね、ミームコインが上がってます。大木さん、めちゃくちゃ、はい、すごい上がってます。この1週間で言うとペペがですね 404%、 ドッグウィズハット、うん、これあれですね、ソラナのミームコインですね。こちらも 362% アップ、うん、フローキー、これイーロンマスクの犬の名前から取ったやつですね。こちらも 300% ぐらい上がってますしボンクっていう、これもソラナ系ですからね、ミームコインもこれも 182%、 シバ犬も 173%、 同時コインも 91% ということで、まあ他にもミームコイン出てますけど、特にペペが急上昇していると。なるほどね。あの去年ビットコインが上がる前にペペとかがなんか盛り上がったのっていう話をしてたのが懐かしいなと思いながらも。懐かしいですね。それでいうとイーサとかも伸びてますが、アルトもある程度なんか物色されて伸びてるような感じするんですけど、全体的なアルトシーズンみたいな状況にはなってない中でミームコインがぴょこっとこう出てきたと。これもなんかね、今までと違う気がしますね。違う動きですね。なんか今まではアルトでミームなような気がしてたんですけど、そうトリクルダウンじゃないですか。そう、ね、トリクルダウンですね、まさに、ね、そうですよね、うん、上から下に落ちてくると。そう、うん、これちょっと順番違いますね。順番違くてですよ。で僕ね本当に今また後悔してるんですけど、実はそのエクソダスでペペの話をしたもう1年ぐらい前ですかね、1年弱前ぐらいの時あるじゃないですか。おお、はい。もう本当に一日の飲み屋で一人で払うぐらいの金額で買ったんですよ。うんうん、それがちょっと30万円ぐらいですか。いや全然やめてください。もう数千円ですよ、数千円。どんだけ持った。買ったんですよ、まあ。だからもうそんな30万なんか僕飲めないんで、もう数千円ね、焼き鳥食うぐらいの買ったら、それが結構跳ね上がっててびっくりしました、昨日。やばいと。もっと買っときゃよかった。本当に30万買っときゃよかったですよ、おじさん。30万あの時買ってたら多分、数倍にはなってるかなと。おうん。何百万になってるかなというところでございますので。いやでもこのミームってまたこれ、だからどうしたもんかなっていうような。とこですよね。扱いがわからん、ね、きっかけというか別にないんですよね、多分。特にちょっといろいろ調べてる感じでは見られないですけれども。うん、何かあるのかもしれない。なんでペペがここまで上がってるかっていうのわからないですけども。まあ、ただなんか、ちょっとこれまでと違う動きなんですよ、これも。というところでございますね。はい。すいません、大木さん。他に何か補足などありますか、今日。ああ、いやいや、本当に喜ばしいことなんですけど。はい。ちょっと僕としては、チャンスを逃したというか。いや、だから、これ、どうすればいいんですかね、これね、今。はい、まあけど、僕は、アーサーヘイズ説もね、まだ信じていますし。あ、3月に、こう、金融ショックが来て、ビットコインも叩かれると。うん、3月中旬ですね。中旬。10日ぐらいで。あ、10日ぐらいじゃないですか、そうだ。うん。うん、おそらく、マクロ経済全体が悪くなって、全体的にそのリスクオフになって、で株も下がって、はい、なんだか何でも下がって、金も下がって、債券も下がってみたいな、うん、でビットコインも下がるみたいな、初期が来ると、そこがアサヘズの言う調整っていうことでしたね。そうですね、はい、でその後クリプトが伸びると、銀行がお金をする、救済でお金するから、米国の銀行が、それで、うん、その資産がクリプトに行くんじゃないかっていう読みでした。そうです、また金融緩和というか、そっちの方向に FRB が舵を切らざるを得なくなるということで。
だからそこでなんかソラナのミームコイン買うって言ってましたからね、確かに。アーサー・ヘイズは。言ってましたね。言ってたからね。それは、それもあって先買いなのか分かんないけど。はい。だからその予測が来るんであれば、これでも、あれですね、クリプトに限らず結構大騒ぎになりますね。だって、こんだけ株式インディックスも上がってるわけじゃないですか。そうっすよね。これが3月のアメリカの都合でこうドカンと食らっちゃったら、ちょっと怖いですね。怖いですよね、これは。でもなんか今の盛り上がり感ってそういうことを起こるような感じもする。雰囲気っちゃ雰囲気な気がする。いや、ビットコインの場合は本当ビットコイン ETF ですよね。そうだと思いますね。ETF ですね。いや、そこの、ね、そこのこう、パワーも過小評価してましたけどね、僕は。いや、まだ、なんだっけ、確か、以前、そのブラックロックとか、安くビットコイン買いたいから、あんまり積極的に売らないんじゃないかとか、そんな話もなんか、話したような気がしましたけど。それどころじゃなかったですね。それどころじゃないぐらいお金が入ってきてるし、はい、後ほどニュースでもありますけど、まあ、各国でも取引され始め出してるんで、その米国を外に出て、すごいですよね。いや、だから思った以上にアメリカ人がね、はい、買いまくってるってことですよね、これ。そういうことだと思いますね。まあ、ETF を通して。ということだと思います。下手したら金に代わるアセットとして買われてるみたいな報道もあったりしますね。うんうんうん、いやいや、金の ETF が減ってるようなので、今。まさにデジタルゴールドとしてもビットコイン。はい。うん、で、まあ、金よりやっぱり上昇率はすごいじゃないですか、当たり前ですけど。うんうん、まあ、下落率もすごいですけど、下手したら。はい。いや、でもこれ、あれっすかね、いつ買うかですね。いつ売るか、いつ買うかを僕はめちゃくちゃ迷ってます。前回のオールタイムハイした経験はあるんですけど、その時がだからいくらぐらいだったかな、もう記憶ちょっと曖昧ですけど、600万とかそんぐらいですかね、日本円で言うと。オールタイムハイ、700万ぐらいじゃないですか。700万ぐらいか。はい。で、その時に含み益がかなり出て、ああ、もうこれでもこれから上がるんだろうなと思いきや、その後冬が来たんですよ。うん。で、実際100万200万ぐらいまで落ちて、取引所の画面見るとテンション下がる。なんですか。もうなんか、なんだよ、こんなぐらいになっちゃったのかよ、みたいになった時期がありつつ、で、その時に僕が2、3年前に決めたのは、次のオールタイムハイしたら、一回売ってもう一回買い戻そうと。お。うん。まあ、税金の問題はあるけど、自分への約束ですね。約束をしたんですけど、で、というのが、やっぱり調整されんじゃないかと。うん。この半減期前後。うん。もしくは、だから、本来は今までシナリオだと、この後半減期までオールタイムは行かずに、半減期後半年一年で上がったところが頂点かなと思ってたんですけど。はい。そう思ってました。あ、これはごめんなさい。投資助言でなく、僕の個人的見解で、情報提供なんですけど、思ったらそこが狂ってきてて、もういつそれをやっていいか今わからない、迷ってるところです。だって、米ドルのオールタイムハイももうすぐですよね。もうすぐなんですよ。6万9千ドルなので、はいはい。じゃあ、1400、1500、600ですね、あと。そうなんですよ。だから、下手したらこの今、収録3月4日の夜してますけど、放送される頃はもう、米ドルでも行ってるかもしれないですよ。今日の動きなんか見てると。はい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 。もう僕、記事書きましたもん。なるほど。もうオールタイムハイしたっていう記事書いときました。未来日記みたいに。ああ、そうですね。要はいつでも出せるように。いつでも出せるように。数字だけ抜いた記事がもう新しい時代ではスタンバイ予約投稿になってますんで。なるほどですね。うん、でもその記事を保存した瞬間に公開せずに、ちょっと下がり始めましたけどね、ビットコイン。ビュー数とか増えてきてるんですか、新しい経済は。そうですね。まあ、おかげさまで増えてきてはいますけど、そんなになんか去年とじゃあ変わったかっていうと、そうでもないかな。うん。やっぱりまだ新しい人たちが入ってきてない気もするんで。そうなんですよね。ワールドビジネスサテライト。WBS で一回やったらしいですけど、ビットコインサイト。はい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 。で、あとね、日経さんとか他のね、いろいろと、ちらほら記事は見ますが。見ます。どうなんだろう、まだね、なんか、ね。株高にもう埋もれちゃってる感はありますよね、一般の金融ニュースでは。ただ、ちょこちょこ単語は出てくるようになりましたけどね。いわゆる ETF 承認された時はあんまり出なかったのが、最近になってやっぱりとはいえ強いので。そうで、トランプもちょっと発言修正したんですよ。予備選で絶好調のトランプですけど、2019か20かにビットコインのファンじゃないって言ってたじゃないですか。言ってた。はい。うん。スキャンだみたいなこと言ってたよね、当時は。はい。うん、で、今回、選挙に関連して、ビットコイン今勢いあるけどどうなんだって聞かれたんですよ、レポーターに。ほう。そうしたら、一番好きな通貨はドルだっていう、断りは入れつつも、多くの人が欲しているのは認識してるみたいな。はい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 。で、規制はしないといけないけど、
なんかそれは尊重すべきだみたいな。うんうんうん、そうね、言ってたね、うん、そう、そんな感じで言ってて、だから前はもうだって一周してたじゃないですか、そんな詐欺だみたいな感じで。前回その 2、3年前は大統領の時は結構歩み寄ってる気はしたんですよね。その相変わらずドルが俺が一番好きだとか言ってましたけどまあまあね、うん、まあけどとは言っても、まあまあちょっと規制はするけどいいんじゃないかみたいな、そんなニュアンスで話してて、けど大統領選でこういう質問をするっていうことが結構認知が高まってるような確かに気がするんですよ、アメリカ全体で、うん、そうね、ね、岸田首相に誰か聞いてくれないですかね。いや本当そうですね、今僕もそれ思いました、ね、ビットコイン日本円最高につけましたけど、いや本当そうですよね、今の今のいろいろガチャガチャやってる時についでに聞いてほしいですよ聞いてほしいです。いやだからそこも Web3 ホワイトペーパーとことセットなんだけどなとか思いながらね、うん、本当はね、ついでに聞いてほしいですね。でも確かについでに聞いてほしいんですよ。ビットコイン買ってなかったんですかと、あのお金でとか領収書ないやつビットコインじゃないですかみたいなヒーローですねそれやったらね。そうなんです。いやだからね、ちょっとこれアーサーヘイズ論があるのかこのまま行ってしまうのか、はい、でまあでもその先、まあ仮にこれ予測ですけど、オールタイムした後の半減期ってどういう動きになるのかも全く分かんないですよね。今までのアノマリーは通じないというか、大木さん迷ってる感じですね。もういやもう本当分かんないです。 分かんない上、今ちょっと僕、ね、それ確定申告とか、はいはいはい、まあ、いろいろと個人的な事情があり、うん、変えないんですよなかなかっていう。ああっていうかまあ、うん、でもどうでもいいことかもしれないはい、いやだからやっぱりあれですね、今日ニュースでも取り上げましたけど、 ABEX の会長の松浦さんが、はい、松浦会長が100ヶ月間ドルコスト平均法でビットコイン買ってたと、うん、はい、で自分の資産状況をこうバーとかスクショみたいに出してましたが、ものすごい資産になってて、うん、そうですよね。そう100ヶ月ってすごいですね。1ビットコイン毎月買ってたっぽいですね。8年ぐらい、100ヶ月。そうだね、8年ってことは2016年じゃないですか。いやすごいよ、だから取得単価、いたんだって取得単価。いやでもそうですね、やっぱあのあたりの頃の起業家の人は結構持ってるって聞きますし、ね、誰とは言えないですけど、僕は聞いてる範囲だと。おしかも松浦さんのツイート見ると、ちなみにイーサとその他あるともそうやって買ってましたって発言してるんですよ、うん、何かは言ってないんですけど、うん、うん、何を買ってんのか分かんないですけど、だから相当な含み益出てるし、今ね大変なことになってるかなっていう気はしますけど。そうですね、うん、なんかけど日本のビットコインのマイケル・セーラーじゃないですけど、日本のビットコインの界隈をリードしてほしいですけどね。リードしてほしいですよ、新しい人に。もう ABEX で買いますみたいな、うん、いや本当にそうですよ。そういうマイケル・セーラーなりイーロン・マスク的な人が必要じゃないですか。必要ですね、新しい人出てきてほしいですね。確かに。でなんかその人がミームコイン担ぐみたいな、まあいいのか、ちょっとそれはちょっと法律的な問題も出てくるんですけど、うんうん、でもそのぐらいのなんかそこ空いてるよね今、その席空いてますね、空いてますね空いてますよね。うん、いやだってマイクロストラテジーもえらい含み益出てるわけじゃないですか今。そう、それもニュースにありましたよね、なんか、ね、何したっけ、2月に234億円相当のビットコイン追加購入、今合計193,000BTC。 おお、待って、これはもう 1% ぐらい持ってることになるんですかね、2100万のうちのクジラですねすごいですね、すごい。でまあまあもちろんこれビットコインで、あの言っときますけど、まあ、もちろん上がったり下がったりするので、はいはいはい、はい、あくまで今を切り取るとですけど、うん、ここ数年間なんか新規事業とかするよりも圧倒的に儲かってるわけじゃないですか、含み益ベースで言うと。そうっすね、やってらんないようなみたいな話ですよね。なんかそうっすね、これはみんな何やってる会社か分かんないですもんね、ビットコイン買ってるぐらい分かんないですね、分かんないですよ。一応ナスダック上場してるちゃんとした事業があるとこなんですけどね。そう、なんかねビジネスインテリジェンスとかそういうのやってるとこなんですよね。でも、うん、すごくないですか、多分そっちの売り上げ超え、あ、まあもちろん含み益売ればですけど超えちゃうっていう、うんうん、恐ろしいですね。はい、で そんな中ビットコインもいいんですが、はい、まあ、僕は乗り遅れだってこともあって、うんはい、ちょっと違うトレンドにも注目したいかなっていうことで、ほう、後でちょっとニュースでも触れるんですが、うん、やっぱデピンって面白いと思いますね。あ、はいはいはい、そうっすね、うん、ディーセントラライズドフィジカルインフラストラクチャーネットワークっていう、うん、まあ、ごつい名前なんですけど、まあ、デピン、ね、まとめるとかわいいですよ。あ、かわいいね、ディーピンとも言うんだ、どっちこれ。いや、わか、まだ揺れてます。ディーピン、みんなに聞いてるんですけど、両方ありそうだな。うん、デファイだからデピンなのか、ディーセントラライズですもん、ディーファイ。そう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 、日本では揺れてる気がする。ああ、なるほど。僕もどっちか分からなくなってきたもん、うん、デピンの方が可愛くないですか。
デピンの方がいいですね。デコピンみたいでね。あの大谷翔平は。そうで、古くはそのファイルコインとか、そうっすね。が走りなんですけど、うん、最近この、ま、デピンにリブランドして、はい、まあ自分の中で解釈していて、うん、で、かなりまた台頭してきてると。はいはいはい。はい、で要はそのなんだろうな、自分たちのというか、まあ、世界中に分散するユーザーが、まあ、ちょっとずつインフラになる、まあ、データとかを提供して、はいはい、分散型のそのインフラネットワークを構築するっていうことですよね。で純デピン銘柄といいますか、そのファイルコインとかも伸びてはいると思うんですけど、このデピン ×AI が結構面白くて、はいはいはい、やっぱ例えば SRE とかも2024年注目のトレンドで、うん、まあ、書いてたりするんですよね、うんうんうん、でなんかその、まあ、すごいざっくり言うと AI がめちゃめちゃ伸びるのはまあ明らかというか、うん、そうね、株も今引っ張ってるもんね、引っ張ってるし、うん、まあ、チャット GPT とかもあるし、ソラでしたっけ、動画作るやつね、動画作るやつとかも出てきてるし、うん、そっちの方で、まあ、相当な投資もされてるし、事業が増えてきてるので、まあ、伸びていくと、うん、でそうなるとなんか GPU が足りなくなるとかそういう話になるらしいんですよ。とかまあもっと言えば そこまで AI の発展を支える GPU が一企業とかに管理をされてしまうと、とか一サーバーとかに集中したりとか、うんうん、まあ、例えばそれなんかどの GPU を使うとかっていうのを、まあ、恣意的な判断とかされると、うん、それはそれでなんかまずいみたいな話もあって、なんか分散型 GPU 提供ネットワークみたいなのが結構今注目されていて、そこのまだトークン出してない銘柄が結構あるっぽいんですよ。なるほどね、はい、はいはいはい、今日ニュースでもやる io.net もその一つなんですけど、なるほどなるほど、はい、あとリチュアルとかスペクトラルってあれなのかな、多分出してないと思うんだな、とかとか、まあいろいろ名前があって、ちょっとすいません、まあ、他にもたくさんあると思うんですけど、レンダートークンとか出てるやつですよね。レンダー出てますね、けどね、ここの話になっていくとかなり難しい話なんですけど、はい、レンダーは io.net いわくクラスターっていうのができないとか、そういう話になってくるらしいんですよ。なるほど、なんかあるん、ね、なんかあるらしいです。なんかあるね、うん。まあまあうん、まあ、ちょっとそこの専門家の人でどうかちょっとあれなんですよ、うんうん、ちょっともうちょっと勉強したいんですけど、まあそのレンダーも近いと思います、近いと思います、うんうん、なので なんだろうな、まあ新しいトレンドっていうことで、結構しかもこれって僕が好きなのは、はい、レイヤー1とかレイヤー2の話じゃないっていう。ああなるほどね、はいはいはい、はい、実際にも使えるものの話じゃないですか。そうね、はいはいはい、うん、なんでそこに問題があるんですよ。あ、そう、それが言いたかった、うん、問題があって、あ、なるほど、解決策欲してる状態なんですよ今ね。そこに、まあ、ウェブさん、はい、使えるじゃん、うん、ことで入ってきてるので、これ結構面白いんじゃないかなっていう、うん、なんかその例えばなんかよくあるソリューションズルッキングフォープロブレムって言って、はいはいはい、なんかやブロックチェーンという解決策持ってるけど、どの問題解決しようかみたいな、うん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 、ちょっとこう順番違うよねみたいな話だと思うんですけど、うんうんうん、今回のはちゃんとその問題がしっかりあって、 GPU 不足っていうとか GPU のまあ寡占化っていうんですかね、うんうん、そういう問題があってそれをこう解決したいっていう流れなんで、結構面白いんじゃないか。しかも AI ってみんな使うじゃんっていう。そうね、なんならマスアダプション、ウェブさんのマスアダプションってもしかしたらゲームとかじゃなくてこっちなんじゃないかな。デピンとかの、いわゆる、うん、まあ広く言うとインターネット上のリソースとかの分散化とか、そうそうそう、そういうことですよね。そうです、そうです、そうです。まあサーバーとかもしっかりだろうし、ファイルストレージみたいなもしっかりだろうし、はい、そうですね、そのね、そうです、うん、はい。でも特に AI が盛り上がってるから、そこらのコンピュータリソースみたいなところを銘柄っていうのは、うん、まあ去年から今年にかけてやっぱり AI 関連銘柄みたいなやっぱ上がってきてますからね、クリプトでもね、うんうん、いやまあでも大木さんのでも言うのおっしゃる通りだな。確かにそこに問題があるみたいなところで言うと本当に面白くて、まあこれから多分 DPN を名乗る銘柄の中では、いやそれ課題じゃないっしょってものもいっぱい出てくる、玉石混合になるとは思うものの、うん、まずその AI の需要と未来で考えるとそこら辺は硬そうだし、まあ全部が勝てるわけじゃなくて多分どっかに淘汰されるんだろうけどね。はい、であともう一個ディピンでよく言われてるのがハイブマッパーとかですよね。ハイブマッパーね、あれなんかカメラとか自分なんか買うらしいですよね。買う、多分6万円とか10万円弱ぐらい何パターンかあるんですけど、車載カメラを買って、うん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 、いわゆるそれ車につけて走ってるとその地図データを収集して、はいはいはい、でその収集した地図データを提供することでハニートークンっていうのをもらえると。うん、そうで、これがあれなんですよ、1月上旬にコインベースに上場してるんですよ、このトークンが。でなんかちょうど僕もなんかリサーチ書いてて調べたんですけど、日本でも結構ユーザーいるっぽくて、好きそうっすよね、そういうの。そう、カバー率千葉が 97%、 東京が 78%、 神奈川 59%、 愛知 52% みたいな上位で言うと。
でそれぞれの地域に100以上なんかいた感じ、人が結構いますね。それはやっぱり、まあ、なんかあんまり Google マップのと対比ですよね。更新頻度がないというか、まあ、マニアックな道であればあるほどいいんですかね。いいと思いますし、やっぱり Google マップってあの Google の車回ってくるタイミングってそんな頻繁じゃないじゃないですか。要はこのコンセプトとしては、その要は毎日回ってこないじゃないですか、 Google の車は。まあ、ちょっとペースわかんないですよ、はい、でそれに比べてこう分散化してみんなで回れば最新の道路状況が得られたり、場合によっては本当に広がれば渋滞情報とかめっちゃコアなものがちゃんと取れる。コアなもの取れますね、うん、っていうことで盛り上がっていて、うんうんうん、っていうのもあったりしますし、なんか僕も DP 調べたら、だからここら辺は実際本当ペインなのかみたいなことは考えた方がいいと思うんですよ。 Google マップでいいジャンルもあると思うから、なんでかっていうと、うん、ただもしかしたらこれから自動運転になったらこのハイムマッパーみたいなのがいいかもしれないなみたいな考えもある。要はここ工事してて通れねえじゃんってことが Google マップじゃ分かんないじゃんってことになったら、こういうのが強いかもしれないみたいなことあるんです。で、あと調べたらなんかね、家に風見鶏みたいな、なんかお金くるくる回るやつを置くと、それで気象情報を取って、でそれをなんかこうアップロードするとトークンもらえるみたいですとか、はいはいはい、はい、いっぱいありますよそういうの今、うん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 、なんか一個やってみたいなと思いながら。だからそのさっき言ってたコンピュータリソース系のものもそうだし、現実のオラクルのデータを、いられますよね。そう、うん、ハイブマッパーみたいな、あれなんていうんですかね、 Google マップの代替、うん、そうそうだし、あとそのワイヤレスネットワークのヘリウムとかもそうですよね。ヘリウムもそうだね。あとなんかね、ドバイの方でこの間ローンチしたなんかね、ウーバーの、もうここまで行くとちょっとディーピンかどうかまで、ウーバーをディスラプトしたいっていう、要は今ウーバーって結構ドライバーから中抜きしてますよと。はいはいはい。で、それをブロックチェーンで管理して、ほぼ手数料取らずにみんなで運転するみたいな。ライドシェアの、うんうんうん、ライドシェアのリプレース版も出たりとかするから、うんうんうん、インドかなんかのやつかな、もともと。そう、おっしゃる通り、早いか遅いかの判断はありそうですよね。その、今すぐだから Google マップがいらなくなるかといったらそうではないけど、ね、うんうん、なるほど、うん。まあ、大体として、まあ、あってもいいよねというか、まあ、Google マップの、まあ、欠陥というか、不便なところもあるよねっていうのもあるし、うん、だから要はその、うんうんうん、ちゃんとそのターゲットが明確になってる気がするんですよ。いずれにしろ。その、何を倒したいのか、はい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 、で、ピンの人たちって、うん。だからそれで、倒すのにブロックチェーン使えるじゃんっていう話じゃないですか。うん、そうね。で、なんかその、うん、ね、どことは言いませんけど、それが明確じゃない分野も多いじゃないですか。確かに。うん、わかるわかる。言いたいことはわかる。うん。なのでそうだね、だからそれって DX じゃんに過ぎないじゃん、デジタル化じゃんに過ぎないこととディスラプトじゃんみたいなのはちょっと意味合いは違いますよね。違いますよね。やっぱディスラプトなんですよ、うん、そのそうっすよね、まあ、敵というか、まあ、問題がないといけないんですよ本当は。はい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 。で、違う世界の構築なんですよ。そうね、いや分かりますよ、はい、ちょっといいっすね。ディピン僕もね、もうちょっと掘り下げようとしてたんで、またディピンいいと思います。ディピン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 、僕はディピンって言っちゃってんな。ちょっとこれどうなんちょっといろいろ YouTube 注意深く聞いてみますか。そうね、あの要はあのこれグローバルに合わせた方がいいっすね。まあけど、うん、パターンあるかもしれないですね。結構海外の人適当だしね、そういうのね。海外はね、みんな気にしないですよ、こういうの。気にしない、細かいことね。まあまあ、ちょっとこれも追っていきましょう。はい。続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO のガバナンスをサポートすることがミッションの NPO 非営利団体です。トレーダーはもちろんバリデーターやエンジニアなど DYDX のエコシステムに参加する様々なステークホルダーの活動をサポートしています。DYDX の最新情報については DYDX ジャパンコミュニティのノートや X、旧 Twitter で情報発信しておりますので皆さん番組概要欄にリンク貼っております。ぜひともフォローの方いただければ嬉しいです。続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このニュースではこの1週間にあった主要なニュースをまずヘッドライン形式でお伝えします。その後ですね、気になったものを僕と大木さんの方でピックアップしてコメントしていこうと思います。それではこの1週間の主要なニュースはこちらです。グレースケール SEC に現物ビットコイン ETF のオプション承認を働きかける。ブラックロックの現物ビットコイン ETF2 月29日に運用資産総額100億ドル突破。ブラックロックのビットコイン現物 ETF ブラジルの証券取引所 B3 で取り扱い開始。ジェミナイ規制当局との和解で顧客に11億ドルの払い戻し、罰金支払いも。イーロン・マスクがサム・アルトマンを訴訟、人類に利益をもたらすというオープン AI 創業者3人の方針に反しているとして。
ペルー大手のリマ証券取引所、現物ビットコイン ETF3 銘柄を取り扱いへ。バイナンス幹部らがナイジェリアで拘束。そしてそれに関連したニュースで、ナイジェリア、バイナンスに100億ドルの罰金を課したとの報道を否定。マイクロストラテジー、2月に234億円相当のビットコインを追加購入。合計保有数が19万 3000BTC に。イーサリアムファンデーション、クラーケンに4000イーサを送金。オンライン証券のオアンダ、イギリスで暗号資産取引提供へ。スポーツクラブ初、パリ・サンジェルマン FC がシリーズのバリデーターに。クラーケン、機関投資家向け新ブランド、クラーケン・インスティチューショナル、ローンチへ。ロビンフッドがソラナのミームコイン、ドッグウィズハットを取り扱い開始。イーサリアムの大型アップグレード、デンク、メインネット実装が3月13日に正式決定。モジュール型ブロックチェーンのアベイル、ピーターテイルのファンドラ主導のシードラウンドで40億円調達。アンドリューセン・フォロイッツ、リステーキングプロトコルのアイゲンレイヤーに約150億円を出資。バックパックが約25億円の資金調達実施。プレイスホルダー VC ソラナ・ジトラが参加。アバランチがネットワーク障害でブロック確定が約6時間停止、現在は解決済み。イントマックス、プラズマネクストメインネットアルファをローンチ。ビットコインのステーキングプロトコルバビロン、テストネットをローンチ。ビットコインに特化した決済アプリ、ストライクがアフリカでサービスを展開。アメリカのマイニング企業マラソン、ビットコインの L2 ネットワークをローンチ。ユニスアップに新機能が追加。オンドファイナンス発行の USDY、アプトスにインテグレート。アーベが BNB チェーン上に展開。ポリゴンラボとスタークウェア、新証明技術、サークルスターク発表。ソラナ基盤で現実世界の不動産と連動した都市インディックス取引プラットフォームのパーシルが TVL1 億ドルを突破、エアドロップで。イーサ L2 のブラストメインネットをリリース。ステップ運営のファインドサトシラボがガスヒーローをクローズドベータテスト版に戻す、エコシステムの再設計のため。バイナンスのバイナンス Web3 ウォレット ERC404 トークンのサポートを開始。バンエクが NFT マーケットプレイスセグミントローンチ、リアルワールドアセット取り扱いへ。コスモスの開発会社オールインビッツ、ガバナンス専用チェーン立ち上げとコスモスのフォークチェーンを発表。ワールドコイン開発企業 TFH がソラナウォレットオッター買収、チームはワールドアップス開発に移行。テレグラム、トンブロックチェーンで広告収入共有へ。ソラナ基盤のディピンプロジェクト、io.net コミュニティ報酬プログラム開始。ABEX の松浦正人会長、100ヶ月間毎月1ビットコイン購入し、約9億円のビットコイン保有を明かす。イーサ・ソンタールとも所持。コインチェックが米ドルステーブルコイン USDC 取り扱いの検討開始、サークルと提携で。周南公立大学 Web5 採用で DID 利用のデジタル学生証の実証へ、ダイヤモンドハンズと提携で。ビットフライヤーに同時コイン2月29日上場。国内初ビットポイントに推しトークン上場。ビットフライヤーにアバランチザグラフレンダートークンが上場。バイナンスジャパンに3月5日ラップドビットコインファイルコインスイが上場。取扱い銘柄が50銘柄に。OK コインジャパンで3月下旬にエイプコインが上場へ。ハッシュパレットクリプト忍者パーティーのサービス終了発表。はい、ちょっとざっと読み上げていきましたが、どこから行きましょうか、大木さん。はい、まずあれですね、バイナンス幹部らがナイジェリアで拘束されたというニュースは結構話題になってました。うん、それでこの週末で言うと、さらに罰金として100億ドル、 CGA の罰金より高くないですか。高いっすよね、ものすごいっていうのが、BBC が報道してたんですけれども、その後の報道を見ると、結局、現地のニュース、ピープルズ・ガゼッタによるとですね、要は、そんな巨額の罰金について話し合いはしてないということが報じられてますと。で、要は、問題解決に向けて協議したが、実際100億ドルなんか要求してないと、BBC の報道直後にバイナンスの関係者が話してるようで、で、またバイナンスはナイジェリアでのサービス再開を望んでいるが、現地当局に拘束されている幹部らの解放について罰金を支払うつもりはないというスタンスらしいですね。
でさらにナイジェリア政府の大統領のメディア補佐官でもある人も BBC の報道を改めて否定してるっぽいんですよね、うん、だ政府がバイナンスに重い罰金を課す、制裁金課すと話したが、要は100億ドルじゃないよっていう話なのかもしれないですね。なるほどね、うん、だから2月29日に幹部2人拘束されてるみたいな状況で、いろいろそれに関して報道がまあ出てると。拘束は正しい、正しいっぽいですよね、 うん、罰金がまあいやそんなことないよって、ないよという、まあ100億ドルすごいなって話は結構話題になってたので。そうですね、佐藤さんがなんか知ってるんですかね。そうね、アフリカといえば、はい、元コインデスクジャパン編集長佐藤茂さんに聞きたいところではありますけど、はい、大丈夫ですかね、拘束されないですか、佐藤さん。佐藤さん拘束されない。でもこれあれですよね、ちょっと僕このそもそものあれが分かんないんですけど、まあ、要はナイジェリアも規制があって現地でライセンス持ってる取引所があったというのは今までの佐藤さんとかいろんな人への取材でなんか聞いてるんですけど、でただ現実的にバイナンスピアトゥピア取引をみんな使ってたみたいな実態があるというのもなんか聞いたじゃないですか、この間。そうですね、そんな中でやっぱりそれに関してっていうことなんですかね、やっぱり無許可で営業みたいな話なのかな。そもそもちょっとごめんなさい、そこがいまいち、なぜ。そうですね、確かになぜそもそも。ただまあ確かにナイジェリアは今暗号資産規制をちゃんとすることでナイラの安定化とインフレ抑制を図ってるということですね。でもうすでにナイジェリアの通信委員会は2月にバイナンスとかクラーケンとかコインベースその他のウェブサイトへのアクセスをブロックするようインターネットサービスプロバイダーに命令してるみたいな。ただまあそれもコインベースは否定してるのか。確かコインベースはナイジェリアとかアフリカにちゃんとこうライセンス取ったところと提携とかしてたんですよね、この間。そうですね。で今回の報道によるとバイナンスの幹部2人はナイジェリアに入国しようとしたところ国家安全保障顧問事務所に拘束されパスポートを押収されたっていうことがまあ報道されてると。なるほどですね。でバイナンスはビットコインとテザーに対するナイロン取引を停止してると、まあ、そもそもあるのかどうか分かんないですけどっていうのは報道がされてます。なるほどですね。いやでもこれこういう新興市場でも結構規制が早く進んでしまうとちょっとバイナンスとしての計算外になるのかもしれないですね。そうですね。うん、あとちょっとあれですかね、なんかバイナンスすごい感覚的な話ですけど、はいはい、なんかやっぱ相対的にやっぱすごい力落ちましたねとは思いましたね。そうね。なんだこれ話しましたっけ、なんか中国とかだと、はい、なんか OKX がバイナンス抜かすって結構思ってる人多いらしいですよ。なるほどなるほどなるほど。で OKX すげえちゃんとやって今ね、その、うん、例えば日本からアクセスすでにできなかったりとか。そうね。でこれナイジェリアの話とあんまり関係ないかもしれないですけど、うん、結構その、まあ、まだまだもちろんね強い取引所ではありますけど、だからいろいろと、うん、影響力がいろんなところで落ちてきてるんじゃないかなとは思った次第でありますけどね。さらにやっぱり日本でもグローバル版が使えなくなったじゃないですか、はい、そういう意味ではなんかやっぱり効かなくはなってきてますよね。あ、もちろんバイナンスジャパンっていうのはあるんですけど、思うんですけどね、効かなくなってきましたね。まあちょっとそこら辺の、まあやっぱりアメリカでのあれが大きかったのと、やっぱり CG がいないっていうことが効いているのか、ね、あとデックスですよ。まあそうか、デックスの、まあ、ポジション取るとしては対等。まあちょっとデックスがっていうのはちょっとまだ言うのは早すぎるんですけど、やっぱこんだけ図体が大きくなってしまうとなかなかね維持するのが大変というか、うん、わかんないですけど、なんかのきっかけで一気に崩れるっていうのもあるのかもしれない。あるかもしれないですね、うん、ただまあここら辺のね細かいちょっと今後報道も気になるところではあります、はい。続いてはですね、バックパックが25億円の資金調達を実施というニュースが、まあ、1700万ドルですね、うん、ありました。シリーズ A ラウンドで調達して2月28日に発表してます。これは元 FTX の人たちがやってるんですよ。なるほど。で実際ちょっと使ってみたり、うんうん、ウォレット登録してみたりしたんですけど、はいはいはい、すげえ使いやすいですよ。え、これあれですか、デックス、はい、いやデックスじゃないです。あの まずウォレットサービスを提供してるんですよ、うん、あ、はいはいはい、そうだそうだそうだ、うんうん、はい。で、まあ、それがソラナと確か今メタマスク系に対応しているのかな、とかまあイーサリアムかに対応している、うん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 、であとはその NFT コレクションのマッドラッズっていうのがあるんですけど、うんうんうん、結構有名でそれのプロジェクトもあの持っているという会社で。なるほどなるほど、そうか、だから取引所もやってるけどウォレットもやってるって感じのところだね。そうですね。で、なるほどね、取引所は今作ろうとしてるんじゃないかなっていう認識ですね。はいはいはい。
エクスチェンジって確かに取引所もありますね。あります、うん、はい、ありますね。そうか、ベータ版ですけど公開されてますね。はい、うん、ただ使い勝手良かったのはウォレットの方ってことか。大木さんがウォレットですね、サクサクと作れて早くて、まあソラナっていうのもありますけど、はいはい、早くて、うん、あとすごく心地よい UI を、ね、UI がいいんだ。はい、うんうん、であとそのデザインが結構特徴的で、はいはいはい、アニメっぽいって言ったら怒られるかもしれないですけど、うん、でもなんか全体バックパック見渡すとそんな、はい、ちょっと日本のアニメの絵かなみたいなのもあるし。そうなんですよね。なんかアプリなんかの今概要を見てますけど、まあなんか NFT とか見せる画面とかもなんかちょっとこう視覚的というか、なんかいわゆるメタマスクに NFT 入れてる感じと全然違うなっていう雰囲気ですよね、うんうん、なんか、ね、あ、そう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 、うん、でやっぱバックパックなんでその名の通り、まあ日本語で言うとリュックサックみたいな、うん、あ、なるほど、そのバックパックね、はい、うんうん、はい、それが結構そのモチーフになってたりはしていて、なんか絵とかも僕好きだなっていう風に、へえ、はい、しかもセルフカストディのウォレット、ソラナとイーサが使えるんだ、なんか便利ですね。のウォレットですね、はい、うんうんうん、でなんなら確か異なるチェーン間ですけど確かブリッジできたと思うんですよ、ね、なるほど、ウォームホールとかとも確か提携していて、はい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 、はい、それが確か実現していてとか、うんうん、まあね、元 FTX でっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱこうしたこうトレード、ユーザー目線でのプロダクト開発っていうのは強いかもしれないですよね。なるほど。そうで、この間確か1日の取引量が10億ドル超えたかなんかでお祝いしてたんで、うんうんうん、急成長のウォレットサービス兼取引所って感じなのかなっていうふうに思いますね、うん、しかもまあ今のこのソラナの勢いにいい感じに乗りますよね、うん、ますね、まあ、それももちろん FTX にだから分かってることだと思うけど、はい、うん、ソラナも出資したんでしたっけ。そう、ソラナも出資してますね。ハッシュドとかロボットベンチャーズ、アンバー、はい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 、アジア圏も入ってますね結構、うん、ソラナも入ってる。なんで注目、うん、注目の取引所ウォレットサービスですよ、はい、そうですね、ちょっとこれ触ってみて、ありがとうございます。ちょっとこれそうか、さらにそのクリエイティブみたいなのもしてるんですよね。そう、やっぱね、ツイッターとか見てても特色あるデザインだとやっぱ目引きますよね、うん、まあなんかそもそも UI とかデザイン良くないよ問題って Web3 にありましたけど、ある程度成熟した先に必要なのは結構そういうとこだったりしますよ。え、本当にデザインって、うん、成熟する前は別にいいんだけど、うん、なんか差別化要素の実はすごい大事な一つだもんね。そうだと思いますね、そう、大事だと思います、ね、結構そういうお留守なプロジェクトとか多いけど、デザイン名ね、うん、デザイン大事っすよね。大事かもしれないですけど、はい、うん、なんかオルカってあるじゃないですか。そう、 ありますね、はい、オルカの人昔取材した時めっちゃデザイン意識してるって言ってました。おお、そこにめちゃくちゃこだわってるみたいな。うん、うん、なるほど、ね、なんかそういうことも重要になってくるような、まあ広がるっていうそういうフェーズなのかなっていう。でも NFT コレクションも出してるクリエイターでもあるってとこはちょっとまた面白いですね。そうなんですよ、なんかまた新たなクリプト企業って感じですね。そうですね、いろいろやってる感が、スタートアップとして、うん、そうなんですよ、結構調達してるしな。いや、ちょっと僕も触ってみます。ありがとうございます。これはい、であとですね、なんかやっぱりここ最近結構話題になってんのがビットコイン系のプロジェクトの話。ビットコイン L2 だったり、そのあたりがなんかここ最近、この1ヶ月くらい僕もニュースまとめたら非常に多かったなっていう印象があるんですよ。で、その中でも一つ最近話題になったのがこのバビロンですよね。で、まあ、バビロンのテストネットがローンチ、2月28日にローンチしましたということです。で、今回バビロンはビットコインのテストネットのシグネットで立ち上げられてますと。うん、という状況ですね。で、シグネットは本番環境に近い条件でアプリケーションプロトコルをテストできるネットワークと、ビットコインの。ただし、今、ビットコインのメインネットが POW なんですけど、シグネットは POA、プルースオブオーソリティ型になってるということで、まあそういった状況のテストネット。うんうんうん、でも、だからこそ、まあ安定しやすいみたいな特徴があるテストネットらしいですね。で、すでにテストネットで一般公開されており、ビットコインの保有者はこのプロトコルを使って BTC のステーキングのテストができるようになったと。うん、でなおこのテストネットプロセスを完了したユーザーにはビットコインステーキングパイオニア NFT がクレームできるみたいです。なかなかいい名前の。で、ごめんなさい、概要が遅れましたが、バビロンって何かっていうと、まあ僕らもちょっとまだ掘り下げきれてないんですけど、ビットコインを POS のブロックチェーンにステーキング資産として導入する方法を提供するビットコインステーキングプロトコルとして話題のものですね。
スタンフォードの大学教授らが作った、2022年作ったということです。で、直近だとなんか資金調達のニュースも、26億円ぐらいの調達、ポリチェーンらの主導でっていうニュースが、ね、そうなのよ。このニュースが、去年12月ですかね、資金調達もしてますという。うん、あれなんか、バイナンスも出資したとかっていう話でしたっけ？ ありました、そう、それもあります。それもニュースになってました。なれましたよね。で、最近バイナンスも入れてると。という状況ですね。で、ちなみにその調達の話と去年入れてたのはポリチェーンキャピタルとハック VC が共同リードしてフレームワークベンチャーズ、ポリゴンベンチャーズ、キャッスルアイランドベンチャーズ、OKX ベンチャーズ。結構いろんなとこが入ってるなというところです。で、要はまあだからビットコインをステーキングできるようになるようなプロトコルであると。で、今、ちなみにこのバビロンはコスモス SDK で構築されてますと。で、一応その半減期に合わせて今年のメインネットローンチを目指してるというふうに言われてるプロジェクトですね。もうすぐですね。で、コスモスハブにバビロンを統合する提案が2月13日に出されたりもしてるみたいなことで、まあちょっとこれ面白いっすよね。そうなんですよ。これちょっと、もうちょっと勉強したいんですけど。そう、そうですね。隠れビットコイナーとしては。隠れビットコイナーとしてはね。うん、はい。そうね。で、イーサデンバーありましたけど、X 見てたらやっぱりこのビットコイン系とかバビロンの話とか結構出てたっぽいので。ビットコインのこの進化っていうんですかね。はい。デジタルゴールド以外のところでどう進化していくかっていうところ。すごい面白いですよね。面白い。BRC20 もあるし。そうなんですよ。ビットコイン NFT もあるし、うん、あとそのなんか資産を、じゃあビットコインネットワークからどうやって、そのいわゆる、なんでしょうね、こっち側というか ERC 側に持ってくるかみたいな議論もあるし、結構、いわゆるこの話って、場合によってはいわゆる生粋のビットコイナーに関しては、なんか何やってんだよって話かもしれないんですけど、ただ、なんかビットコインってそういう意味ではパブリックなので、まあ、そうそうそう、こういう使い方ができる。要は周りがなんかこうビットコイン取り込もうと思ったら、まあ、拒めないですよねっていう話ですよね、うん、そうなんですよね、うん、でそういう意味ではなんかこの、まあ、ビットコインレイヤー2みたいな話もそうですし、そうそうそう、リステーキングだからアイデンレイヤーみたいなことも出てくるだろうし、うん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 、今ねだからビットコインのレイヤー2立ち上げるみたいなニュースもすごい、ジャスティンさんなんかも言ってますからね、それこそなるほどですね、うん、そうなんですよね。だから日本のビットコインな界隈、まあ何人いるのか知らないですけど、ここのそのバビロンとか BRC20 とかの路線で、うん、まあインフルエンサーというかになっている人って僕はまだ知らないので、そうですね、そのいわゆるガチガチ勢というかとは別に、アメリカだったら例えばダンヘルドっていうこの間から言ってる人がいると思うんですけど、はい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 、うん、元クラーケン同僚なんですが、お彼だとかこっち路線を出してきてるんですよ、うんうんうん、いわゆるそのレイヤー2とか NFT とかステーキングにどうビットコインが使えるかみたいな方の路線を行こうとしてるんですけど、うん、でも生粋のビットコイナーなんですよ、昔からいるしっていう、なんでそこら辺なんかね、そうっすよ、だからまあいわゆるディファイ文脈とかにビットコインが入ってくるっていうの面白いじゃないですか、はい、そこはなんかそういう発信が増えてもいいのになと思いますけどね、国内でも。そうっすよね、うん、もしなんか詳しい人がいたら話してほしいですけどね。そうバビロン、はい、バビロンについてはちょっと知りたい、はい、いわゆるバビロンもそうだしデジタルゴールド以外の文脈で、でもコスモス系のプロジェクト多いですもんね、ビットコイン系はね、こういうね取り込んでいくのはやっぱりコスモス SDK で作られた、うん、うん、ちょっとこれ聞きたいですね、もし我こそはという方がいればぜひメッセージください、うん、はいはい、はい、続いてですね、あの io.net がソラナ基盤のディピンプロジェクトですけど、コミュニティ報酬プログラム開始というニュースがありました。2月28日に報酬プログラムイグニッションをスタートしたということです。でこれまさにさっき大内さんが言ってた AI などを活用した GPU リソースを統合して集約するっていうプロジェクトということですよね、はい、そうですね、うん、まあ、デピン ×AI 領域で4月にトークンを発行する予定のプロジェクトで、かなり今注目されてて、でソラナ系なんですよ、ソラナ基盤で2023年の12月とかのソラナのブレイクアウトだっけ、はいはいはい、ブレイクポイント、どっちブレイクポイント、ブレイクポイント、あブレイクポイント、カンファレンスですよ、ね、カンファレンス、そう、うんうん、そこでキーノートを発表していたりしているところで、うん、かなり今注目度が集まっているところですと。でまさにその GPU を、この彼らのライバルは多分 Google クラウドとか AWS とかなんですよ、うん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 、
でそれに対抗して、まあ、そのまず分散化したユーザーによる GPU ネットワークですと、うん、でターゲット層としては各地にアメリカなり日本なりにそのデータセンターがあって使ってない部分って多いとかいう話なんですよ。とかそれこそ仮想通貨マイナーの使ってない領域とか、まあ、個人の PC の使ってない部分とかをこう GPU その使ってない部分をまあ使ってリソースってことですね。そのそうそうリソースを提供して、うん、IO.net の GPU ネットワークを構築していくと。なるほど。でそれを提供することで報酬がもらえるっていう話で、これ何が面白いかというと百聞は一見にしかずなんですよ。ほう。あのちょっとこれ音声なんでお伝えできないんですが、これ見た方がいいんだ。これはね、例えば BC8.AI powered by IO.net ってあるじゃないですか。あ、本当だ、これ IO.net になってますね。はい、その BC8.AI っていう BC8.AI ですかね。あ、すいません、 BC8.AI AI ですね。はいはいはい、はい、でここで文字入力して生成ボタンを押すと、うんうん、例えば Exodus のイメージって押すと、おおお、出来上がってる。なんか今おじさんの画面見せてくれてるんですけど、 AI でイメージ生成してくれるんですよ。なるほど、はい、今画像がなんかできそうな感じですよ、はい、あ、かっこいい、かっこいい絵が今かっこいい画像ができてきました。なんか何これちょっとしますかこれし後であの保存しといてください、これ保存しますよ、はい、とか要はもう IO.net で、うん、を使ったこういう AI 生成、はいはいはい、AI のイメージ生成っていうんですか、これ専門用語わかんないですけど、そうですね、でもあの画像生成、画像生成、文字を書けば文字通りのイメージを作ってくれるっていう、うん、なるほどね、はい、で IO.net はまあ、すでにまあライブで、まあ、GPU 提供すれば報酬もらえるとかで、それがサプライ側ですよね、はいはいはい、でディマンド側としてはエンジニアも IO.net 使うと、うん、そのエンジニアとしては、まあ、あのクラウドサービス、あのいろいろあまたあるクラウドサービスの中から、はいはいはい、IO.net を使おうかっていう判断をすると、うん、いうような話で、結構もう使われてるやんって話ですね、これ使われてるんですよ。だし今後 GPU 不足とかの話になってくると、 AI の発展 GPU 不足とか、うん、まあ、GPU の中央集権が問題とかの話になってくると増えるしかないでしょと。そうですね、こういうサービスがいっぱい出てきて、はい、そこのコストどうするみたいな問題になってきますから。だってチャット GPT だって儲かってないんですもんね今実際ね、うん、その、うんうん、めっちゃ金かかってるんですもんね、そこの部分がかかってるんじゃないですかね、はい、そう、なんかそれ聞いたことあるんですよ。いやー、これパワードバイみたいな感じでこういうサービスがあるんだ。あ、これ結構面白くないですか。うん、これちょっと後でリンク貼っときますね皆さん。はい、いいっすね、エクサスのイメージがなんかかっこいいっすね。ちょっとイーサリアムっぽい感じのくしくもなんかちょっとね、ちょっと違うんだけど、なんかちょっとでもなんかなんかすごいね、なんかロゴっぽいのも作ってくれましたね。へえ、ちょっと注目っすね。うん、面白いと思いますね。なんかこうもうあるじゃんっていう。そうね、プロダクトがあるし、なんかもうできるじゃん、はいはいはいっていう感じですね。なるほどね、ありがとうございます。はいはい。で続いてはコインチェックで米ドルのステーブルコイン USDC の取扱い検討開始というニュースが、はい、ありました。これ実は去年あれですよね、 SBI VC トレードさんが同じような発表してましたよね、うん、でいつになるのかなってずっと待ってるような感じなんですけど、今回コインチェックもサークルと提携したというのを2月27日発表してましたと、はい、うん、いうことでどうなるんでしょう、これ気になりますが。そうですね、まずはすごく歓迎すべきニュースだなっていうふうに、うん、歓迎すべき、うん、はい、USDC の広がりがやっぱいいですねっていや要はその、うん、まあちょっと遅いですけど、まあすごく関係すべきニュースなのかなっていうのと、このジェレミー・アライアっていうサークル社の CEO っすよね、うんうんうん、をツイートしてて、うん、ちょっと個人的に意味深かなと思ったのが、まあ新たな USD 普及に向けた、日本での USD 普及に向けたマイルストーンですとか、日本最大級の取引所のコインチェックとコラボレーションを発表しましたとか、なんか書いた後に、うん、More to come for USDC in Japan って書いてあるんですよ。ほう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 。まだ来るんじゃないかなって。なるほど。More to come って書いてあるんで。そういうことね。まだなんか。この2社だけじゃないよ、ないよという話。2社だけじゃない話、うん、なのかなって思ったし、うん。まあまあそういうことですよね、うん。うん。まだこの USDC 関連のニュースが少なくとも日本ではあるっていう。
そうね、もうあと風になんか、うん、ポジティブに解釈して、そうですね、日本に行ける USDC の展開モアトゥーってことね。なるほどね、はい、いやこれ どうなるんだろうね。だから各社取り扱うみたいになるのかな、これちょっとその雰囲気も出てきてるってことですよね。そうですよね。やっぱこれってやっぱり体力があるとこじゃないと厳しいんじゃない、厳しいですよね多分、気がする。うん、だからコインチェックとか、まあ、SBI ならできる、うん、うんうんうんのかな。そうね、だから SBI もライセンス申請してっていう状況で、うん、要はこの電子決済手段と取引業っていうのを取らないとダメなんですよね。で、こう資金決済、去年の6月1日施行の改正でこれに位置づけられたので、うん、これが必要だと。はい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 。で、まあ、あとさらに日本ではその100万、1回100万円とかいろんなあれは縛りはあるものの、うん、なんか、報道とか見てるとこの6月から1年ぐらいかかるんじゃないかって言われてるんですよ、これ取るのに。なるほど。だから要は SBI VC トレードの取り扱いは最短でも6から8月ぐらいになんじゃないかっていうことがなんか予想されてるらしいです、今年。うん、うん、そう、なるほどね。でコインチェックも今進めてると、新しい経済で執行役員の人にコインチェックの執行役員に取材してるんですけれども、はい、マネックスの支援があるもののコインチェック独自でこのライセンスの取得を進めてるということですね。楽しみですね。楽しみですね。ちなみにおそらく大塚記者が新しい経済の一度の送金上限が100万円と設定されているが、ただし1日の回数制限については不透明で論点となってます。これについて聞いたところ、現在関係各所とルール設定について詰めている状況っていう。いいっすね詰めてる、どうなるんだろう、わかんないですけど、うん、でもいいっすね。まあ、いや本当にできるだけ早くこんな相場状況にもなってきましたから、 USDC 日本で扱えるようにしてほしいんですよね。うん、僕も近藤社長に会ったら SBI のいつですかって毎回聞いてますからねそう、本当はねこの確定申告までに来てほしかったぐらいですよ。なんかいろいろこうや調整するのに楽になるじゃないですか。うん、うん、そうなんですよね。いいですね、でも楽しみだな。うんうんうん、あといろんなとブロックチェーンの USDC 対応してほしいですね。そうですねそこもありますもんね、結局ブリッジしなきゃみたいなことになってくるから、うん、どうなんでしょう。でもまずは ERC、 まずイースからからな。トロンはどうですか。トロンはサポート終わったんだ終わっちゃったからちょっと残念ながら終わっちゃったんです、ね、うん、ですね、ノーブルとか欲しいですけどね。そうね、そうね、コスモスのね、うん、うん、いやいいですね、これは本当に楽しみですね、はい。なんかやっぱりここが注目になるな。なんかそのジャパニーズステーブルコインとかよりもなんか気になるな、こっちの方がって思いしますよね。そうですね、僕は、うん、ディファイとやっぱ決済路線だと、まあそうだね、結局使わないでしょ日本のステーブルコインとは思っちゃうかな。まあね、けどなんかこの間ある人と話した時に、はいはい、いやいや日本円のステーブルコインは数百兆円と言われる高齢者の資産をこううまく動かすために使えるんですみたいな、なんか言ってましたああまあいわゆるタンス預金っていうか眠った、うん、そう DX ってことか。それなかなか今いろいろ動かしたりして、うん、例えば投資するなりとかするのって大変らしいんですよ、うん、はいはい、そりゃそうよねとか、まあ、うん、はい、でその巨大な日本円の資産、眠ってる資産を動かすのに、ほう、ステーブルコイン、日本円のステーブルコインが使えるんじゃないか説があって。すごく面白い、初めて聞きましたその説、面白いですね、うん、あそれは本当なら、あ日本円ステーブルコイン意味あるなって思いましたどうやるか分かんない、そうロジック分かんないですけど、なんかそこにミソがあるんだったらいいですよね。そうですね、面白いかもしれない。そこの流動性を持たせるのすごい課題ですもんね、多分国家。いや課題だと思うんですよ、うん、でしかもその人とも話したのが、うん、日本の高齢者が持つもう超巨大資産が日本円のステーブルコインとともに動くっていうナラティブ、うんうん、これインパクトありますよね絶対。インパクトはある。日本円ステーブルコインやべえってなりません？なる。そうなんです。詳細でどうやるのかちょっと
あれですけど。そこが一番気になるけど。そこがふわっとしてんな、一番。それは大事なことだ。俺もどうなるか。そこはふわっと、多分酔っ払ってて覚えてないですよ。酔っ払って、日本酒飲みながら話したんで。おおって感じだったんですけど。一番大事なとこがわかんないけど。でもまあまあまあ、そうですよ。そうそうそう。そのナラティブはすごい。ナラティブすごくないですか？眠れる日本の資産だもんね。世界も注目する。いや、そうですよ。が、その眠れる日本の資産が、日本円のステーブルコインで動くってなったら、ほう。すごいっすよね、これ。ビビりませんか、みんな。ビビる、ビビる。はい。何それ、ステーブルコインにしたら相続税安くなるとか、例えば。そういうことなのかな、うん、とかなのかな、生前贈与しやすくなるとか、わかんないけど。なんか動かしづらいって言ってましたよ、確かに今の。今の段階では、僕の記憶では。わかりました。ちょっとまあ、全然わかんないですけど、まあわかりました。ちょっとそれだな。まあまあまあ、なんか、新しいエピソード。ポイントは、日本円ステーブルコイン一発逆転だとしたら、なんかインパクトある話にそういうこと、ね、しないといけないってことですよ。うん、その、決済、いや、僕の個人的な感想は、決済とかではないと思うし、うん、まあ、ディファイのステーブルコインの争いはちょっと決着ついてる気はするので。うん、まあ、USDC か USDT でしょうっていう。まあでも本当にペイペイが広がったのってやっぱりばらまいたからじゃないですか。まあ言っちゃうと、うん。うん。そういうインパクトも含めてなんかそう思いますね。うん。要はプレミアムどんだけつけるかとか、例えば。うん。JP なんとかに。なんかそういうことはもしかしたら起爆剤になるかもしれないし、さらに言うとなんかそういう使い勝手があるみたいになると面白いかもしれないですね。うん。うん。うんうん、ありがとうございます。ちょっとまた分かったら教えてください、そのロジックを。よく分かんないんで。分かりました。はい、続いてですね、ちょっとゲームの話最後にしたいなと思うんですけど、まずガズヒーロー、まあ、結構これ話題になってたゲームですね。あのステップン作ったファインドサトシラボが運営してたもので、1月なんかもう NFT の取引高でめちゃくちゃ行きましたよとかですごい話題になってたんですよ。ところが実際先週ですかね、今パブリックベータ版をローンチして、その NFT のトレードボリュームもあったんですけど、2月下旬にゲームの公開を中断してクローズドベータテストフェーズに移行することが発表されましたと。で、僕の周りでも結構ガスヒーローやってるっていう人多かったので、何なのとか思ったんです。まあ僕はごめんなさいやってなかったんですけど、で一応そのクローズドに戻す理由は、ガスヒーローのゲーム内の複雑なルールとメカニズムを設計する上でエコシステムのバランスを取ることが困難になったからってことなんですよね。で今後ガスヒーローのゲームのメカニズムを最適化し、エコシステムを再設計させるためには多くのゲーム内のアップデートと微調整が必要で、その過程がプレイヤーへの悪影響につながる可能性がある、だからクローズドにしますよと。で実際このガスヒーローのユーザーはクローズドベータになってゲームを続けるかもうやめるかをなんか二択で選ばなきゃダメだみたいな状況になっているような状況で、その二択が迫られて、アカウントを維持してクローズドベータテストに参加するかゲームをやめるかっていうのが選べるようになっていてということですね。うん、うん、でなんか開発者と直接コミュニケーションを取りながらゲーム設計に参加するような形で、まあ、残るか、うん、もしくはゲームをやめて、その場合、まあ、ゲーム内の NFT をバーンする必要があってみたいなことがいろいろ説明されてるということで、まあ、結構1月にそのローンチ、要はベータ版でローンチしてすごい話題だっただけに、なんかすげえ切り返しだなというところを、ちょっと僕はちょっとやってないんで細かいことは分かんないですけど、NFT の取引ボリュームなんかもなんか1月はもうベスト1、2ぐらいに入ってたものだったので、ちょっと衝撃だなと思ったニュースですね。衝撃ですね。衝撃ですよね。だからちょっとこのあたりまた詳しいと言ったらちょっとまたいろいろゲストが出てきたいんですけれども、まあこんなことあんだなっていう話。うん。まあ、被害が大きくなる前にってことなのかもしれないですけど、どういうペインがあったのかみたいなところも気になってるところではあります。うんうん、うん。はい。であとまあこれに関連付けてても、あんまり関連ないんですけど、ちょうどこの収録時点でいろいろニュースが流れてたのが、これは日本のニュースなんですけど、ハッシュパレットがクリプト忍者パーティーのサービス終了を発表というようなこともあり、国内ではこっちがなんかいろいろ議論を呼んでるなっていうところですよね。ちょっと僕もこのクリプト忍者パーティーもやったことがないので、はい。細かいことは分かんないんですけれども、なんか X を見てる限りでは、なんか結構いろいろ揉めてるというか。揉めてる風ですよね。風ですよね。僕もやったことはないんですが、はい、クリプト忍者といえば池早さん。はい。池田隼人さんプロデュースの NFT。NFT ですよね。コレクタブル。うん。はい、うん。池早さんとかもツイートしてて、なかなかその、ハッピーエンドじゃなかったような感じはしますし、うん。
その何でしたっけ、 そもそもクリプト忍者パーティー側からどうやら、まあ、説明 の AMA かななんかがあったらしく、うん、それの議事録とかも出てるんですよね。出てますね、うん、はい、うん、でその中で例えばで発表が唐突だった理由、そのコミュニティにしっかり説明しなかった理由は何ですかとか質問したところ、まあその人このツイート曰く、うん、そのコミュニケーションを取るネタがなかったっていうような話だったりとか、あとあれなん、これがネタじゃなんじゃないですかね、やめようかなっていうのが、まあまあまあでもそう思いますよね、うん、確かにそうですそうねとかあとは結構その直接的なとかその単刀直入な質問が多かった印象で、これ今ある方が、うん、ダンクさんっていう人かなが、なんか X でまとめてるんですよね、うん、要約してるのを読んでちょっと僕ら言ってるんですけど、そう池原さんがこれあのリツイートしてたんですね、リツイートしてたんですよね。でなんか途中で少しでも話があれば違ったのではっていうものに出したらなんか無言みたいな、うんうんうん、であれなんですよ、これ結局今ちょっと報告し忘れましたけど、結局これゲームを3月で閉じて、でそのトークンとかは結局エルフの森今、ビットフライヤーさんで IO が終わってまだ上場はしてないのかな、うん、まあ、ハッシュパレットさんの今、まさにローンチしたばかりのゲーム、この CNPT このゲームの NFT はランド NFT との引き換えになるっぽいですね。で返金対応とかしないみたいなことが発表されてると、うん、というようなことなんですけど、それに対してなんかまあだからこれを読むにあたって僕ら詳しくないですけど、なんかもうちょっと相談があってもよかったんじゃないかみたいな話になってるっぽいですよね。まずそうですよね、そうですね、いや直接的な質問も多いんですよ、なんかなんでこのタイミングなのか IO となんか関係あったのかとか、そうでなんかこう書きっぷり的にはちゃんと答えてないんじゃないかって言わんとするような表現もあるし、はい、うん、あと原資回収ができるって言ったとか言わないとか、はいはい、そうね、その AMA でね言わされたとか、いやそんなことはしてないとか、うん、まあ、そういう話もありますよね。そうね、うん、だからちょっとまあで何があったのか真相はあれですけど、うん、ちょっと揉めている形跡はありますね。そうですね、ちなみになんか3月7日の20時にもう1回ディスコードサーバーで2回の説明会が開催されるっぽいですね。うん、うん、いやでもさっきのガスヒーローもそうなんですけど、まあもちろんゲームってそのまあクリプトゲームに限らずなんかまあ運営が終了したら終了するものなのかもしれないですけど、だけどクリプトゲームってそれ違いますよね。そう、そう本来のクリプトゲームの売りというかナラティブってナラティブ、そうですよね、そうじゃないよっていうのをなんか歌ってきたはずなんですよユーザーが所有するゲームのはずですかね。そうだし、その時のアセットは残るよって多分100万回ぐらいいろんな人が説明してなんか、そうですよ、で確かに残ってるんだけど、まあ、残りゃいいってもんじゃないよねって話で、このやり取りのなんか要約の質問の中にもあったんですけど、例えばそのランド NFT に興味ないんですけどっていう質問にはか、まあ、回答なかったみたいなんですけど、要は多分これってクリプト忍者の NFT が好きな人とかコミュニティの人が IP として活用したゲームとして、そのコミュニティがこう頑張って盛り上げてきた2022年12月からやってたゲームなわけじゃないですか。で少なくともなんかそのアセットがなんか何かクリプト忍者の人が喜ぶようなものに転換されるんだったらいいんですけど、結局エルフの森になっちゃうと全然こうゲーム違うじゃんみたいな話になるしね。いやそうなんですよね、本当そうですよね。いやだからちょっとこれ一方的なその X の投稿を見て話してるんで、ハッシュパレットさん側にもいろんな言い分があるのかもしれないですけど、しそもそもこのゲームが状況としてはなんかこうまあクローズされるような方向性だったのかとかにもよるじゃないですか、盛り上がってたのかみたいな、もうざっくり言っちゃうと、うんうんうん、そういうところによると思うんですけど、ちょっとまあこの起こってることは興味深いって言っちゃうとあれですけど、なんか気になりますねすごい。うん、でややこしいのが CNPT トークンっていう、まあ多分ファンジブルトークンも出していて、まあ、ゲーム内トークンだと思うんですけど、それがパレットチェーン上でミントされたものなんですよね。うん、NFT でそれがアーンできて多分パレットトークンの買えれるみたいな話だったと思うんですけど、結局それも今ウォレットアドレスみたいなのが公開されてて、そこに 100CNPT を送ると1パレットが変装されますみたいな、はい、みたいなことがだから そこのですね、だから突然こういう風に運営の突然の閉鎖っていうのはなんかまさに Web3 に意味ないじゃんってなっちゃいますよね。意味ないじゃん、その元々のなんか言ってきたナラティブと違うし。違いますね。であんまりやっぱりだからブロックチェーンゲームはみたいなことを
言われるような事例だなとは思ってますね。ガスヒーローもしかり、この CNPT もしかりなんですけど、うん、なんか通常ないじゃないですか。はい、なんかここでクリプトっぽいラフさ出してほしくないなっていう気はするよね。いや、そうっすよね。うん、まあそもそもね、ブロックチェーンゲームってやっぱり調達だけしてローンチしないようなものもいっぱいあったりするような世界だったりしたので、なんか7割ぐらいが終わってるみたいな過去のデータの調査とかありましたけど、まあそういうもんではあるんだけど、それだとやっぱりなんか、マスアダプションすんのかなっていう感じしますよね。ゲームきっかけになるとみんな言ってるけど。ね、結構言ってますけどね。そう、だから僕が、その冒頭のデピンからの話でまとめると、はいはいはい。だから、何をディスラプトしたいのかがよく分からないんですよ、僕的に。ブロックチェーンゲームって。そうか、今のゲーム、なるほどね。何がいけないの、今のゲームっていう。そうか、デピンは、だから、いわゆる今足りないコンピューターリソースとかをなんとかしたいっていう。とか、解決があると。とか、まあ、ね、携帯の会社、河川進みすぎて、お前ら好きほどやってるだろうとか、わかんないですよ。その現状の課題があると。ね、ウーバーもし、ね、ウーバーはタクシー業界ディスプラプトしたけど、ウーバーはウーバーで問題があるから、問題あるか、今度はウーバーをディスプラプトしたい、そういうと。とかあるけど、ゲームって、なんだ、例えばより面白くしたいのかなとか、じゃ例えば、スクエアエニックスとか、わかんないですけど、はい、コナミさんとかの、なんか、その運営方針にすごい問題があって、だから、ゲームユーザーと対立してきた歴史があってとかわかんないですけど、かなとか、そこら辺が。だから今の仮の話で、例えばそういうことがあって、そのために。あって、そう。そう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 。で、だからまあそこで言うと、多分ゲームので言ってたのは、要はゲームに使ってた時間がお金に変わるよってことだと思うんですよ。ゲーミファイが提案したのは。なんだけど、でもそれがハレーションのきっかけでもあって、それは一理僕はあると思うんですけど、ゲームでは毎日何時間使ってたのが稼げるよっていうのは嬉しいし、ディスラプトだと思うんだけど、ただ問題がゲーム好きな人ってその時間無駄だと思ってないっていう問題がある。そうでしょ、そうでしょ。そう、そうなんだよ。があったから、レガシーゲームとか既存のゲームの人たちはゲーミファイが嫌いなんですよ。なんかそれってなんだろう。それってディスラプトなんかな、ディスラプトなんか。ディスラプト、だからそこがずれてるんですよね。あのゲームを世界中でやってる人の課題ではなかったわけですよ。要はむしろ課金して時間使ってもなんか充実感があるっていう人がいたことが、要は変な課金要素がで、これが究極に趣味ですから。そうよ。そうよ。趣味でやってること稼げるっていう、趣味はさ、仕事にしない方がいいんだよねって言う理論あるじゃないですか。別の話だけど。まあけど、そうね。一つの側面ではあるし、まあ、アクシーとかのね、成功例もありますけど、ね、あります。確かに。でも、稼げるっていう文脈で言うと、うね、結局、思ったのが、今の e スポーツが稼げるじゃん。それでいいじゃんって話もあるし、あと、例えば、フォートナイトだって今稼げるわけですよ。フォートナイト上で。だから、今の話だと、うん、本来ならあんだけ時間を過ごしてやってたのに、うん、俺たちには一銭も与えてくれない、スクエニ社この野郎って思った人がいるってことですか。いないんですよ、それは。いないんだけど、いるんじゃなかろうかみたいなナラティブが作られたってことだよね。あ、もちろん一部はいたのかもしれないですよ。で、僕も個人的には思ったことありますよ。あの、スクエニさんじゃなくて、一般的に全てのゲームに対して、なんかこう、プレイ時間とか出るじゃないですか。はいはいはい。気づいたら何百時間とかやってて。やってて、うん。で、俺この間、英語勉強すればよかったなとか思った時はあるんですよ。あ、そういうのは。あるんだけど、でもそれはけどあれですよね、ゲームだけじゃなくて例えば飲みに行くとかでも同じ同じ本当におっしゃる通り、 TikTok 見てる時間なんでまさにそうそうそう、 YouTube 見てる時間とかもそうですよね。そうだから、そうだよね、 TikTok 見る時間がお金に変わるよって言われて飛びつくかった。でもそうで、 TikTok のせいにはだとは思わないですなるほど。だから本当に全く同じサービスレベルとかクオリティのものがあって、片方が稼げる、片方が稼げないんであれば、僕は稼げる方に行くとは思うんですよ。でも、100% 稼げるってことは多分なくて、ハイリスク、ハイリターンになるって話じゃないですか。要は稼げるけど損もするかもよっていうのが今の現在地だと思うんですよね。だってこういうことだったら損するじゃないですか、下手したら。高い時にね、ステップの靴買った人は今でも損したって言ってるわけですよ。ねえ、踏んだり蹴ったりじゃないですか。そうですね。ねえ。だから、それを一般のゲームユーザーが好むのかみたいな。
話で言うと、そのさっき言ってた DPIN の GPU リソースをが足んないから余ってるとこ寄せ集めてそれをトークエコノミーで回そうよとか、ハイブマッパーのなんか Google マップが行かないとこ行ってとみたいなこととはちょっと違うかもしれない。だからそれであってもタイミングっていうのもあるとも思うし。そうね、確かにステップも成功しましたしね、当時は、うん、当時はね、うん、だから難しいね、そう、難しいね、でステップンでさっき言った何十万かけたけど稼げなかったって人も実はでも運動習慣ができてよかったみたいもあるから、コミュニティ今強いんですよね。そう、コミュニティも強いし、うん、そうなんですよ、難しいね、難しい、うん、ただなんかこんなこと言ったら怒られるのに、まあ長くディファイとかクリプトいる人は別にまあこういうもんだと思ってると思うんですけど、なんか突然何かができなくなることとか多いじゃないですか。だけどなんかこれだとやっぱりその例えば一般の人がやるかなみたいなの感じちゃいますよね、うん、なんかそれで揉めてますってみたいな、 AMA って何みたいな、なんかそういうややこしいなって話になりそうじゃない、なんか、うん、そうですね、そうなんですよね、うん、だからね、ちょっとねこれごめんなさい、あのこの CNPT に関してはどういう状況かは本当に X 上をパッと見ただけなんで、ごめんなさい、間違ったことあったりね、語弊があったら申し訳ないんですけれども、はい、ただなんかそこだけを見た感じはなんかそういう感覚を覚えちゃいましたね。うんうんうん、うん、はい、ということで今週もエクサスをお聞きいただきましてありがとうございました。この今収録時点3月4日の23時41分に収録してますが、ビットコインの価格またこの収録中も伸びてまして、先ほどは66,205ドルを超えたということで69,000ドルの最高値に極めて近づいてきてるような状況ですね、大木さん。そうですね、近づいてきますね、はい、今日本円で言うといくらなんだこれ。990万円。990万円、すごいですね。1000万見えてきてるような状況。見えてきてますよ、これ。どうします、どうします。1000万ですよ、ビットコイン。ビットコイン1000万ですよ。信じられないですよね。うん。そうね、今、最高値で、この1時間最高値出してて、996万。そうですね。あと4万円じゃ、あと4万円ぐらい払ってるよ、みたいな話じゃん。いやー、これ。ビットコイン1000万いくなんて。これに高えな。思ってたっていう話だよね。これだって前回のブル相場でみんなここ目指してましたよね。目指してた。目指してた。で結局700万ぐらいで終わったっていう。うん。なんかあれよあれよと年明けて行っちゃいましたね、 ETF で本当に。これはちょっと、だから今すいません。出られなかったな。これを放送時点ではもしかしたらもう1000万超えてるのかもしれない。はい。ですし。米ドルでも今、6万6千ドル超えましたんで、6万9千ドルにかなり近づいてってるような雰囲気。まあ、もう近いっすよね、本当にね。近いですね。うん。数千ドルの差ということになってますので、放送時期によってはもしかしたら、すいません、更新してるかもしれませんが。うん、いや、来ましたね。ということで、またこのあたりの答え合わせはね、来週できればと言ってるんでしょうか、オールタイムハイ。行っちゃうんでしょうか、ついに。でもここまで来たら行ったようなもんだよね、なんか米ドルでここまで迫ればね。そうですよね、うん、誤差の範囲っちゃ範囲だもんね、もう。そうですよね、ちょっとナラティブが崩れましたね。そうなんですよ、アーサーヘイズ、アーサーヘイズブロック書かねえかな、これに対して。なんかそうですねそろそろ書いてほしいですね。ということで、すいません、そんな感じでお届けしましたが、来週またいろいろとマーケットについても触れていこうと思います。はい、そしてこのエクサダスではこのような毎週水曜日のニュースと相場の話をする通常回に加えて、毎週月曜日エクストラ回も配信しております。今週はですね、フラクトンベンチャーズのコーファウンダーの鈴木雄大さんに DAO について話していただいた回、まあ、日本の DAO の課題みたいな話をしておりますので、よろしければそちら合わせてですね、聞いていただければと思います。結構がっつりと日本こうすべきじゃないかみたいな話がみんなできたかなと思っておりますので、チェックしてください、はい、またこのエクサダスでは皆さんの感想やリクエストと受け付けております。 X 旧 Twitter でエクサダス使用、エクサダスカタカナ使用ひらがなです。このハッシュタグをつけてポストいただくか、僕か大木さん宛に DM の方をいただければと思います、うん、皆さんのぜひ感想とかですね、こういうことも取り上げてほしいとか、ゲストをこういう人出してほしいみたいなリクエスト、ぜひぜひお待ちしております。またこのエクサダス、さまざまなポッドキャストスタンドで配信しております。まだフォローしてない方は最新情報をチェックできますので、各スタンドでフォローいただければ嬉しいです。それではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします。
届けしました。またエクソダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資予言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。